はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、宅建の効率的な勉強法、その中でも今回記憶術について、お伝えしたいと思います。覚えなければいけないけども、覚えられないなって言ったことよくないでしょうか。私自身も、宅建勉強していた時にやっぱあったんですね。で、実際、受講者さん見てても、覚えなければいけないけども覚えられないっていう悩み、非常にたくさんメールとかでもいただくんですね。なので、あなたも同じように、こういったところで悩んでいるんじゃないのかなと思うんですね。なので、今回ちょっとこれについてお伝えしようと思うんですけども、どうやって覚えたいことを覚えていくのか、一つの方法を今回お伝えしたいと思います。それは、覚えたいことに付加情報を付け加えて覚えていくという方法なんですね。ちょっと具体例を出します。その方がわかりやすいので。まず土地区画整理法っていう法律があるんですね。法令上の制限の中の土地区画整理法の話です。ちょっとここ勉強したことがない方はちょっと今からお伝えする内容わからないかもしれないんですけども、一度でも勉強したことがある方は今からお伝えをする区画整理会社、これはおそらく勉強したことがあると思うんですね。区画整理会社、もう土地区画整理法の初めの方に出てきます。この区画整理会社の要件として、今回ちょっと二つここに列挙しました。まず一つ目っていうのは、施工地区内の宅地の所有権者または借地権者が総株主の過半数の議決権を有していなければならないっていうのが一つ目の要件なんですね。二つ目は、公開会社じゃない。これが二つ目の要件です。で、これ、覚えておくといいんですけれども、これ丸暗記って正直、難しいんですよね。覚えられないんですよ。だからこれを覚えるために付加情報をつけていきましょうっていう話なんですね。じゃあ付加情報を付け加えていくんですけども、まず、土地区画整理事業ってどんなものかというと、ちょっとこれ見ていただきたいんですけども、所有者 A の土地があって、ここ所有者 B の土地、C の土地、D の土地で、ここ道路です。道路ちょっとちっちゃいんですけども、道路で狭くてぐにゃぐにゃしてる、これ使い勝手悪いですよね。 B さんの土地とか見ると四角形の土地じゃないから使い勝手悪いんですよ。この D さんとかも使い勝手悪いですよね。だから区画整理をして形の整った土地にしていきましょうよと。土地の工事を加えて道路もこんなねぐにゃぐにゃしてるんじゃなくて、ちゃんとまっすぐの比較的広めの道路を取って土地の区画整理をしましょう。これが土地区画整理事業っていう話なんですね。で、それを行うにあたって土地区画整理会社、これを作る場合があるんですけれども、この区画整理会社どんなイメージ持っていますでしょうか。大手のゼネコンとか、そこそこ大きな建築会社とか土木会社とかをイメージしている方意外と多いんですね。そのイメージを持っているとこの要件の内容が頭に入ってこないんですよ。実はこの区画整理会社っていうのは、ここの土地の所有権者たちですね、 A さん、 B さん、 C さん、 D さんおよび、まあ、民間の、まあ、事業者が株主となって会社を設立するんですね。それが区画整理会社なんです。つまり株主はこの A、B、C、D さんと、あと民間事業者ってことなんですね。で、この株主の中で、この A さん、B さん、C さん、D さん、つまりこの地権者、土地の権利者ですね、が議決権の過半数を持っていてくださいねっていうのが要件なんですよ。つまり大手のゼネコンとかの会社を思い浮かべてしまうと、ここの内容全く意味がわからなくなってくるんですよね。つまりこのイメージがちゃんとあれば、この付加情報があれば、ここの丸一番の内容っていうのは比較的理解しやすいんですね。で、しかもこの地権者たちが総株主の過半数の議決権を持っているということは、この民間事業者よりも地権者の方が決定権があるということなんです。過半数持ってるんでね。そこからもうこの過半数っていうのは比較的覚えやすいんじゃないのかなと思います。過半数持っていれば十分ですね。3分の2なんか持っていなかったとしても、過半数持っていたらこの会社っていうのはもうほぼほぼこの人たちのものなんですよ。この人たちが決定権あるわけなんで、だから過半数なんだっていうふうにイメージするとさらにわかりやすいと思います。覚えやすいと思います。で、さらに公開会社でないこと、これも要件なんですよね。公開会社でないってどういうことかというと、この人たちが持っている株権ありますね、株式、これを勝手に売り渡すことってできないんですよ。譲渡することができないんですね。例えば大手の住友不動産とか、まあそういったところだとですね、公開会社なので、株っていうのを、株式っていうものを誰でもこう売買できちゃうんですよ。でも、非公開会社、公開会社じゃない会社の場合だと、
この株式を譲渡するのに会社の承認がいるとかね、そういった譲渡するのに条件がついてくる。だからむやみにこう売却することってできないんですね。これできてしまうとどうなるかっていうと、まあ、この人たちはね、あまり売るってことはないかもしれないんだけども、この民間事業者が勝手に違う人に売っちゃうってことになっちゃうんですよ。そうすると、この地権者たちは、この事業者だから一緒に土地区画整理事業をやろうと思っていたにもかかわらず、違うね、悪徳業者がここで入ってきましたってなったら、この人たち不利益被るわけですよね。そんなことになったら、えらいことじゃないですか。だから、公開会社じゃないっていうことも要件に入っていると。いうことなんですね。まあ、このようにちゃんと付加情報を付け加えていくと、覚えなければいけない部分も覚えやすくなってくるんですね。なので日頃勉強していく上で、こういった付加情報を付け加えながら勉強していくと記憶もしやすくなります。ただ、まあ、こういったところってね、おそらく市販の教材とか予備校の教材とかには載ってないんですよね。なのでもう自分自身で調べていくってことをやっぱりやっていくってことがすごく重要です。ただ時間がないとか調べ方がわからない、まあ、そういった方もいらっしゃると思います。まあ、そういった場合は今短期集中実力アップ講座を行っております。短期集中実力アップ講座では、まあ、このような付加情報も入れながら、また具体例だったり理解の仕方だったり、そういったものを入れながら勉強を進めていただけるように解説を作っています。なんで短期間で実力を一気に上げること可能なんですね。なのでもし今年の試験で絶対合格したいというのであれば、一緒に勉強できれば嬉しいです。短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。